やあ、皆さん。歴戦に講師の宮口です。どうもおはようございます。どうもこんにちは。どうもこんばんは。で。さあ、それでは今日は何を語るかというとこれだ。担当ゴロテッコンプリートプラス。プラスだよ。プラスええ担当ゴロテグね。あのファンダメンタルっていうのをやったやろ？ コンプリートバージョンいきますねえ、えー。もう語呂合わせもねよりふんだんにやりますし解説もね時間をかけて解説するというねあいいですかねえ。であのー、ここにもねあるようにハグシクーマトリクイショウメツハグシクマトリクイショメツですよそれでね 語呂ああテク知識編中のとね語呂、まあ、テク実践編中のあるんだけどあの、まあ、知識編中のは、まの、あ、は例えば「ハグシクマトリクイ消滅」みたいなね語呂合わせがあるとすると、えーまあ、どういうふうに問題でねそのどういうふうに生かしたらいいのかね語呂合わせを覚えたところでよ問題見て思い出さんかったらね意味がないわけですよ。ね まあそういうところをね、えー、5、6、7、もう全部でね、60問近くあると思いますね。60問といえば今の担当のあ本試験の問題数ぐらいありますからね、えー。それを扱いながらやっていくということです。ね、で、あとね、版書もふんだんに取り,取り入れていきたいなと、このように思います。書ね、ね例えばです、ね、あのー、ほら まあ語呂合わせじゃないんだよほら例えばちょっと全部見せるとあれだからよほら49条拒絶流異議申し立て理由は113条無効審判123条ということでねほら1号とか2号とかねこの俺がまとめた表ねこういうのをね板書でふんだんに取り入れていきます。えー、こういうのをね板、まあ、書でも取り入れていくことでね あのーまあ、見やすくなるっていうか、ね、その字面じゃなくてこう表で覚えられる右脳的にうんあとこういうのもつけますよそのほら「いよ」シリーズもねあの特許の「イやよの3」というのは48の3に相当するわけじゃん、まあ、そのぐらいわかると「イやよの4」は48の4だけどね、まあ、この辺から若干この差が出てくるわけですよ。例えばねまあいいわこの,このぐらいやっとるわな。 ああこのぐらいまあ大手のもんだよな例えばだよ、えー、このいやよの四の四項これなんとね、えー、経証令期間って書いてるんですよいやよの四の第四項ほら経済産業省令で定める期間と言ってるんですわねはい でしょところがよなんとあの実のね48の4実の48の4はですねえー、なんて言ってるかというとあ48の,の第4項はね2か月以内で1年以内ほらまあ1年以内で2か月まあ変わらんけどねこっちは軽症例期間って言ってないんだよ。うん、うん、これポイントねいいか ちょっとあのこっちの方ね1年で2回月っててるけどこっちは軽症例期間って言ってないんだよほらなんでやねんと。だからえー、っとねまあ特許の方でねあの1年以内で2ヶ月が出ればよ丸にしてもいいかもしれない実態的には同じだから。 でも実案の方で,経,営省令機関とで経済産業省令で定める期間と出てきたらねそれは罰にせないかんとですよ。なであとイヤヨの4のね第6項であのー、国内処理基準時という定義が書いてますほらあのこれ、えーっとあ。これは4八かイヤヨのね えー、4の第6項ですか？いや世の4のね。第6項ほら国内処理基準時ね。これのあのー、定義ね。うん。これはですよ。国内書面提出期間満了時ですわね。普通は、えー、しかし、国内書面提出期間内に出願人が審査。請求をするときはその請求の時でしょ。審査請求ほら審査請求だよ。よ なまあ特許だと審査請求なわけよところが実案の方はねほら国内処理の請求になってるやろ48の6国内処理の請求になっちゃったよちょっと色を変えるけどね赤で牛乳にしようか赤にするわピンクと赤あんまりメリハリがねえけどねそれはよあのー、特許は出願審査請求中うのがあるけど実案は無審査主義だから 出願審査請求制度なないいやろしょうがないんだよだから国内処理の請求という概念を無理やりねあの国内段階で処理してくれという意味の請求だな PCT の23条だけどうん PCT23 条のさ明治の請求ってあるじゃんね明治おいしい牛乳じゃねえぞ明治の請求っちゅうのがちゃんとあるんだよほら PCT23 条出願人の明治の請求。なあどうねだからね、そう、国内処理の請求の要件中ちのがあるわけよ。今度は48のこの4項に。ね、ちょっとオランゲも出すからね。オランゲリオンも出すぞ。はい。日本語実案の場合にはね、所定等やろ。うん、で、外国語、あ、 実用車のトロッサの場合には書面と手数料と登録料と翻訳文を出さないかんなほらこういう要件があるんだようんねちなみにあのこれに似た規定はこれに似た規定ははいじゃあそこの緑色の服の人はいどうよ答えてくれあのこれ特許法だとどれに相当するうんはい。 徳、ね、いやよの17に相当するやろね、うんえー。なぜかというとあの日出の場合にはよあ書典やね書面国内書面書店、うん。それから外出の場合にはあ書手本。 書本ね、うんあと第三者バージョンもあるわ第三者バージョンはうわ書きにくいね第三者バージョンは国内書面提出期間経過後国内書面、うん、提出期間、うん、うわ苦しいね経過後まあでもアナログ的でいいだろうこうやってねこういうね のもいいんだよこういうふうにちょっと拡大すればよく見えるからほらなあーあ,ーじゃあちゃんとね色も塗ればねばっちりだよ日出書店やねほら外出はねピンクで塗るけん外出外国と書店本が前提やなうんで第三者が審査請求する場合にはよ国内書面提スキャン計画じゃなきゃいかんとよほらねで国内処理請求は第三者バージョンないんだよ あ第三者はでけへんからああほらこういうことも分かってくるやろなあどうねい,いいやろこれあ,あねそしてあのー、48の7はねえー、っとほらあ特許にはないよとね特許の嫌いをシリーズにはないよまず国内あ処理基準時の属する日までにね 図面を提出せないかんよとうんうんまずは原則論やねあの赤の方がいいか実案だから、うん、赤で牛乳ね、うん、そしてあのー、図面の提出命令が来るよ「うん、図面出しなさい」ちって2個をねうんうん図面提出命令キャンやねそして、あのー、それでも出さんかったらあのー「出願ッカやキャン」ね出願キャッキャキャンね犬みたいに。 そして停、えー、するとい,いいコツいい効果ですわあ実二条の日光補正と見なすみたいなねこういう感じでほらねえどうようーんはいえー、っとね実の四八の十五第三項でいやよの九六項のみ順用すると。 いやーこれね、いやよの9てこれ何の規定やったこれ。いやよの9てよ国内公表じゃねうん。いやよの9てね、国内公表なんだよ。うん。ねちょっと書いとくけど。国内公表と。あるじゃん。ねで、えー、っと。 4八の十五の第三項でいやよの九はね6項だけ順序してるいやよの九の6項うんえー、っとねこれですかうん外国語を特許出願にかかるうーちょっと待ってね外国語特許出願にかかる証明等の請求についてはああ国 国際出願のの願書、明細書、請求の図面、もしくはようやくう国際公開されたものを除くとねちょっと何言ってるかよくわからんと思うんだけどあのー、このねいやいやの9の6ってね油断できないんですよ。これねあのー、なんと本試験に出たんです。ええー、皆さんねちょっとこれはどうやろうかな。 えー、過去問で言うとね平成29年条約の6の5、うん、条約の6の5ちょっと口頭で言うよ外国語特許算にかかる国際出願の願書明細書請求の範囲、ま、あ図面または要約についての証明等の請求は特許庁長官が秘密を保持する必要があると認める時は国際公開がされるまですることはできないとねこれがイヤヨの9の「の「 6ですよ、えー、平成29年条約の6の5ねこれあの実案というよりは特許法で出てんだけどあ特許法というか条約の科目で出てんだよねちょっと書いとくわねほらそういうところもやるんだよねなんか版書ばっかりやってるけどねちゃんとテキストもやってるからねこれねうんでもこうやって条約もこうやってね 条約6の5とまあうせやと思ったら見てくれよ乗ってるからなうんであとほらあのイやいの12補正やねこれほらこれもちょっとね色を塗ると分かりやすいぞなあ特許日本語特許制の場合にはね書面国内書面と手数料出せばいいや ああ日本語実は書面と手数料と登録料やねうんであの外国語特許さんはあの書面手数料翻訳文国内処理基準時経過やねこれが条件ですよで実案の方はね、まあ、ちょっと赤で牛乳を使うけどピンクでもいいんだけどさ所定だろ登録料ですよ翻訳文であ,のあれはいらん国内処理基準時の経過はいらないなぜかというと どうせ原文の範囲であるから、ほら、あ,あ、外出の補正ができる範囲はあのもうもう原文ですよ。鉄鋼製書であります。ご訳訂正処置のはないから、だから翻訳文の内容の確定を待つ必要がないから国内処理基準時の経過しいらんとですよ。うん、ね、えー、特許の場合はね、あのー、ほら、えー、げ原則ですよ。翻訳文の範囲ですわ。 手通教聖書でやる分にはなところが五百訂正書黄色五百訂正書でやる分にはこれは原文の範囲内でできるんですよほらちょっと違うやろなあ違いが出てきた実案は五百訂正書っちゅうのがないからもう鼻から原文で認めとるんですよどうですか皆さんねであのいいえー、っとね特許法になくて実案にあるこの えー、与野の12、ねうん、は登録料納付期限の特例ね、うん、これねまあ国内書面提出期間満了までって言ってるけど国内処理の請求するとその時までやからまあ国内処理基準時までっていうふうに覚えとけばいいと思いますよ。ね。 あの我が国の手続きやから国内処理基準時計画後やないとあの我が国独自の制度やからね技術評価請求というのはあ処理基準時計画後じゃないとできないほらこういうふうに「イヤヨシリーズ」と「ヨヤシリーズも、ね」もねあっという間にですね出来上がったわけですよほらねえこれはまあちょっとあのテクニックというよりはねこういうふうに比較しながら「イヤヨシリーズ」「ヨヤシリーズ」をパッとねやるとうん。 いい感じじゃないですか。ね。あとはね、ちょっとお見せしたいんだけどね。あの、あんまりこう、あれすとね、ネタバレになっちゃうもんね。うん。そうやね。あとは、もうやっぱりね、あの、語呂合わせですよ。例えばこういうのがありますわ。ええー。ちょっとこれね。 結構新開発なんですけどねさっきのあのハグシクマトリ食い消滅もなかなかのね新作なんだよこういうのもあるようんあのなんかは教えんからねいしきひしに申し立てことこと煮込んで三日ぞめいじめ蹴ってみ不服不可いよいよ中止だキュソのぞき何のコつかさっぱりわからんやろちゃんと教えますえ、ね。うん。 あとはこれまあ定番ですよね。心拍感マとは配偶者とせぼ、血員同心高校ほほほほ,ほ召喚大前直理が三四347現在形」とかねああいい感じやのうんあ本当にねこう役に立つ語呂合わせが盛りだくさんって感じだわこれうんいいね そうあとまあ不況法のね刑事罰なんてのも昔はシンプルやったけど今ねすごい複雑やろ不況法の刑事罰こういうのもやりますよつまりあの全部やるからあの、えー、と下三方までね条,条約もね結構テクニックで解けるんですよ、うん、あの下三方もねテクニックで解けますからね トリップス協定とか、もう本当にね、ありがたいぐらいテクニックが通用します。で、あと、そうね、えー、っと、この講座の売りなんですがね、あここにもあの書いてますけど、まああの、後ろのこのね、チラシの裏面には、これはこう覚えるぞみたいなね、まあ、これはね、あの、ゴロテクファンダメンタルでもやってるかな。まあ、ちょっとね、重複してるところもなくはないんですけど、あ 一応やってはいます、ね、13条ねうん13条はやってるけど22条はやってないでしょ22条はねゴロテクファンダメンタルではやってませんようん、うん、これはもうここでやると、うん、そう立つ前あリム人限って決定だ突破んそたごり決定だっていうのがあるんですよええー、ねえうんうんそれでねあとねこれ 皆さんね、判例勉強した判例。うん、これ特典ですわ。授業でね、多分扱えないと思う時間がなくて、受講特典としてね、一問一答形式の判例特訓150枝っていうのもやるから、うん、これ。ほら。ね。判例特訓150枝。これね、あれですよ。特実衣装情緒風、うん、全部。ね。あのー、ちょっと書いておこうか。ね。えー、っとね。 こういうい時に傾、ね、向ペンが役に立つんですよ。特実がね、えー、50ですね。衣装が10ですね。商標40ですね。で、長が25ですね。負が25です。全部で、えー、150あると思います。ね。はい。まあ、値段は極9ですね。極5肉って感じ。 ちょっとね、これ申し訳ないですけどポイント一切の割引はご利用いただけませんのでねご了承いただきたいと思います。えー、5月31日販売終了ねええー、視聴期限もそうなのかこれあ,あの申し込みは5月31日までやけど視聴期限はあ今年の7月31日まで、えー、聞きます。ちちちょっとちっとちゃく書いいてるかかららね、ね。りづらいんだけど、ね うん、これはの生講義はございません全部通信ですね三3月1日以降に聞けるよという感じですかねうんそんなところかな俺が言いたいのはね、うん、そうやねあとねまあ,、えー、あの平成26年27年改正もまとめとるからまあそういった意味ではね あのー、まあありがたいよねこううほら平成26年7年改正ねもう勉強してる人は勉強してるんですけどね、あのー、あんまりこの辺が不十分な人はありがたいであとは必要な施工規則とかもね全部載ってるんでありがたいですよこれ、うん、ほら、あのー、こういうね奨励期間っていうのはねこれ施工規則27の4の2の参考ですよと思う自分で調べると超めんどくさいからねああ こういうのも全部載ってるから、うん、そうやねこれも何気にねあの語呂合わせになってるんですよこれ三藩品言こよけにむせもしのほもじたのとくすかね <laughs> えきてのばしてきょうするものこよたてほもじそのたすかさのとすかね。三藩品言ねうんこれはあの口述に役に立ちますねうん 三半げん小よケにむってやつねまあねふんだんに取り入れてますよとにかくリズミカルにねおぼやるっちゅうのがねいいよね判例なんかもね語呂合わせでやっていきますようん判例の語呂合わせもあるからねうんうん、えー、例えば判例一発目ぐらいやろうかちょっと隠してねうん判例語呂合わせ 面白いですよ。うん、ニューアマモト事件。小夜子二十歳の誕生日に、愛知で有名なニューアマモトに泊まった。ちょっと、どういうことですか。小夜子が、小夜子二十歳の誕生日に。愛知で、いう、周知な、ニューアマモトに泊まった。小夜子の二十歳の誕生日に、ニューアマモト。な、うん何でしょうねホ。ホテルかなんかでしょうか。ねえ、面白いですなあ。 まあこれなんか定番もうねもう論文なんかでも定番ですよ。カレーはココイチ日清食品みたいなね。カレーはココイチ日清食品。ここ一番やね。うん、俺はココイチってより日野屋派かな。55、うん、カレーか日野屋派ですね。どちらかというとまあそんなのはどうでもいいです。さあそろそろねえー、っと終わりましょうか。どうですか皆さんこの担当ゴロテコンプリート。 やっぱりあのー、えー、っとねファンダメンタルの3倍以上のねボリュームがありますからうんそれのあのーまあ、テキストこれもかなり充実してますね知識検討も実践編に分かれてますあとはもう判例150ねこれは自主的にやってくださいよ だから判例をこの担当の問題を通して学べるというところが嬉しいですよね。うん、まあそんな感じです。はいじゃあガイダンスというかその「ゴロテックコンプリートプラス」のねえー、プロモビデオを終わりたいと思います。ねそれでは。終わります。 じゃあ皆さんあの次回までご検養。